岸田岸田岸田総理。すまん。岸田俺はデマに踊らされた。フラッシュの記事に踊らされた。岸田海外にばらまき18兆円。フィリピンに毎年2000億円。インドに5.5兆円。いろんな話があったけど、これは全部フラッシュのデマだ。ばらまいたのは確かだがこれは海外投資だな。 投資というのは回収を見込んでやるものだ。さらに、この投資は安倍政権で決まったもので、岸田、お前に罪はない。すまん。俺は申し訳なかった。本当に心配してたから、ついつい動画にしてしまった。岸田、よくやった。やるとこやってるじゃないか。見どころあるじゃないか。だから、ロスでね対策にも、ちょっと金をばらまいてくれ。 まあ、ロスジェネはもう50代だから、投資にはならないかもしれないけども。でも、無敵の人が現れにくくなる。ロスジェネ世代の不満を、このまま放置してると、そのうち大変なことになるかもしれない。だから、金をばらまいて、怒りを抑えてくれ。ロスジェネ世代はこの30年、本当に向かわれなかった。ついには、やる気もなくなった。どうしてくれるんだ騎士だ。ここに関しては、 岸田お前のせいではないかもしれませんがなんとかなんとか慈悲の心を山本太郎さんが言ってくださったようにこの国の国民も岸田お前の息子のように特別扱いをしてほしいんだ頼むぞ岸田俺は最後までお前を信じているいや期待はしている頼むぞ岸田岸田岸田,岸田